シノの自分を高めるブックセラピー。時刻は午後2時を回りました。シノの自分を高めるブックセラピーの時間です。毎週水曜日この時間帯を担当するシノです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では私の好きな本や日々の生活の中から心に響いたメッセージや体験談、感動したこと、おすすめしたいものなどについてお伝えしたいと思います。この番組を通して私自身も含め聞いている皆さん一人一人が自分自身を高め、自分らしく輝いていけるように応援できたらいいなと思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。はい、皆さん、今週おすすめしたい本はですね、新ガラクタ捨てれば自分が見える風水整理術入門、カレン・キングストンさんの本を紹介したいと思います。先週、紹介した何かいいことっていうね、服部美玲さんの本の中にこの本が紹介されてまして、で気になって読んでみたんですね。そしたらこの本に感化されて早速ガラクタを捨て始めちゃったんですよ。でそれで実際ガラクタ捨ててみたら、まあ、そんなに荷物が少ない方なんですけれども、多くない方なんですが、それでもさらになんかどん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 捨てたいっていう気分になって、あとはなんか部屋の中がすっきりしていって気分も良くなったので、皆さんにもぜひこの本をね紹介したいと思いました。でこの中から、私がねあるメッセージに感化されたので、そのメッセージたちを紹介したいと思います。ガラクタとは、あなたが使わないもの、好きではないもの、整理されていない乱雑なもの、狭いスペースに無理に押し込まれたもの、未完成のもの、すべて、この大きく分けて4つのカテゴリーに分類されるそうです。そしてガラクタの与える影響、持っていると疲労感を覚え無気力になる。ガラクタに囲まれている人は片付けるエネルギーはとてもないと言います。彼らは常に疲労感に悩まされているのです。実際のところ、ガラクタの周りで滞ったエネルギーは人に疲労感を与え無気力にするという影響があります。これらのものを片付けることにより、あなたは家にこもっていたエネルギーを解放させ、体に新しいバイタリティを注ぎ込みます。疲労感がある方、身に覚えがある方ね、もしかしたら家の中今の状況、物を多く溜め込んでませんか？ね、このメッセージが私にとってなんかね響いたので、私は実際実践してみましたが、本当にガラクタを捨て始めた途端、嘘のようにこんなに自分の行動するエネルギーがあったのかっていう驚かされましたね。ですのでこのメッセージが皆さんのガラクタを片付けるきっかけになったらいいなって思います。では続いていきます。ガラクタはあなたを過去に縛り付ける。保管場所がガラクタでいっぱいなのは、人生に新しいものが入り込む隙間がないということです。あなたの心は過去のことにとらわれがちで、昔からの悩みを何度も蒸し返します。未来よりも過去のことばかり考えて、明日の向上のために人生の責任を取る覚悟をする代わりに、状況を過去の出来事のせいにしがちになります。いらないものを一掃すると、前に進むために抱える問題と正面から向き合う気力が生まれてくるのです。明るい未来のためには過去を清算しなくては
ならないのです。どうですか、過去に縛られてるっていう方、もしかしたらその状況も問題かもしれないんですけれども、その前に古いガラクタ、その嫌な関係の人からいただいたものとか何か溜め込んでたりしませんか。まあ、このメッセージも過去から解き放ってるきっかけに、ね、なればいいかなって思います。体の働きも滞らせる。いらないものをたくさん溜め込むと家にエネルギーが滞るだけではなく、体の働きも滞ります。ガラクタにとらわれた人は運動不足に陥りやすく、便秘がちで顔色も冴えずに目に光がありません。家の中が整理整頓されている人は一般的に活動的で血色も良く、目がキラキラしているのです。どちらを選ぶかはあなた次第です。まあ、これもねすごく説得力があるなって思いましたね。片付けで有名なこんまりさんをちょっと想像してみてください。本当に、活動的で血色も良く、目がキラキラしていると思いませんか。なんか今日の私どうですかねガラクタをね片付けてずっと週末没頭してたので、今日はなんか本当にいつもより多分前週よりキラキラしてるんじゃないかなって思います。はい、ですので本当に運動不足だったなってもね気づかされましたし、あとさらにお通じが良くなりました。多分 2,3 回ぐらいトイレに駆け込みましたね。はい、では続いていきます。あなたの体重にも影響を与える。家にガラクタを溜め込む人は往々にして体型も肥満気味であるというのは、私がこれまでの経験で気づいた興味深い事実です。これはおそらくガラクタも体の脂肪も自己防衛の手段であるからなのでしょう。体に脂肪の層をためガラクタを溜め込むことによって、人は人生の試練が与える精神的なショックを和らげようとしているのです。不要なもので身の回りを固めることにより、どんな出来事からもあまり決定的なダメージを受けていないという幻想を抱いているのでしょう。でもそれはただの幻想でしかありません。米国で人気ナンバーワンのテレビトークショーの司会者オプラ・ウィンフリーはこのようなことを言っています。過去に散々体重で悩んだ末に気がついたのは、恐れの原因を心の中から取り除かない限り肉体をコントロールすることはできないということでした。人生が向上していかないのは、私たちが本来こうであるべき自分になることに恐怖心を抱いているためなのです。体重オーバーの人たちが余分なものを落とす決心をするためには、心の底にある恐れを克服しなくてはならないというのは、私も全く同感です。いらないものを整理した後でどれほど解放感を味わったか、そして同時になぜか体の余分な脂肪も落ちていったという報告の手紙を私はよく受け取ります。さらに多くの人たちが体の原料よりもガラクタの原料の方がずっと簡単で、身の回りをきちんとするとなぜか体の管理もきちんとできるようになると告白しています。ある女性は、家の中のいらないものを処理すると体にもいらないものを与え続けるのは間違っていると感じるようになりましたと表現していました。まあ、ここにも書いてあるんですけれども、恐れが原因で、溜め込むっていうねあるんですけれども、もしガラクタを片付けたら、恐れが解放されているということなので、先ほど言いました過去に縛られないで前を向くという方向に向いていくということなんでしょうね。はい、では続いていきます。混乱の元になる。周りがガラクタで囲まれていると、あなたの人生がどのような状態なのか明確に把握することが難しくなります。身辺をきれいにすると、
風邪をひくことも少なくなり、判断力もより明確になります。それから人々の対応にも影響を与える。これもすごく共感しましたね。世間の人はあなたが自分を扱うようにあなたを扱います。あなたが自分の価値を認めて自分を大切にしていれば、人もあなたを大切にしてくれるでしょう。もしあなたが自分をほったらかしにして身の回りをゴミだらけにしていると、周りにはあなたを不当に扱う人々が集まってきます。潜在的にそれが自分にふさわしいのだと思ってしまっているのです。ガラクタを溜め込んでいるだけではなく、整理整頓が悪いと友人たちはたとえあなたが好きでも尊敬の念を抱いてはくれません。整理が悪いためにいつも物事を延期したり約束を守らなかったりしていたらなおさらです。家の中を整理すると自然に人間関係も向上していくのです。これもね、私が台湾にいた時に気づいたんですけど、本当にあちこちに、なんか例えば脱ぎ捨ての洋服とかをあちこちにこう置いていた時があったんですよ。でその時に物を大切にしていないから人のことも大切にできないんだってなんか気づく瞬間があって、それから意識してちゃんと洋服の置き場所にね、クローゼットに片付けるようになりましたね。これをカレンさんもこの本で言っているのがすごく納得できます。ですので、もし周りから不当に扱われていたり、あとは自分が周りの人を大切に、どこか大切にしていないなって思う部分があれば、まあ、物に対する自分の態度はどうかっていうね、ことも振り返ってみてはいかがでしょうか。それから何事も延期しがちになる。そうですね、先ほど言っていた内容ですね。それから、不調和が起きる。これも共感しました。ガラクタは家族間、ルームメイト、同僚の間で論争が起きる最大の原因です。あなたが膝までガラクタに埋もれた生活をしていると、周囲の人々の生活があなたの迷惑になることはありませんか？ごめんなさい、周囲の人々の生活があなたの迷惑になることはありませんが、あなたは確実に周囲に迷惑をかけています。不要なものを処理すると、あなたが他の人と高いレベルで協力関係を築くことが可能になり、ガラクタのために言い争いをしているよりも実りある関係を築くことができるのです。これもそうですね、喧嘩の原因がガラクタも原因になっている可能性も大きいということですね。それから、自分を恥じるようになる。まあ、自分の家にね、人を招くことができない、掃除できない自分とかね、どんどんマイナスな方面に自分を恥じるようになっていくっていうこともあるようです。それから人生の展開が遅くなる。これも先ほど、出ていましたように、何か物事をするときに延期してしまいがちだから、結果的におのずと、自分の展開が遅くなっていくという内容ですね。それから気分が鬱になる。まあ、ガラクタから発せられる、不快な、または変な、ね、エネルギーが、よどんだエネルギーが自分自身の、まあ、気分にも影響を与えるということです。それから超過荷物になる。まあ、旅行に行く時もたくさんの荷物を持って行かないとなんか落ち着かないっていう、これを手放したらちょっと怖いっていう、また恐怖心からたくさん物を抱えて旅行に出かけたりするっていうことがあるそうです。続いて共感した内容ですね。感性が鈍り、人生の楽しみを味わうことができなくなる。ガラクタは音をブロックし、家の環境を悪くすると同時に人生を楽しむ感性を鈍らせます。いつも同じ場所でパターンにはまった生活を毎日毎日繰り返すようになってしまうのです。もしかするととても退屈な人になってしまうかもしれません。
ガラクタを片付けると新たなインスピレーションが生活の中に舞い込むようになります。家の中で定期的に場所を移動させるだけでもエネルギーが活性化されます。あなたが人生に情熱、喜び、幸せを求めているのなら、本格的な大掃除をすることは絶対に必要です。これらの感情には体の中に活発なエネルギーが巡ることが必要で、その回路が滞っていては決して味わうことができません。そうですね、鈍って行動が起こせなくなるので、本当だったらたくさんの、楽しいことを逃してしまっているということですね、はい、それから整理整頓ができなくなる、そして健康に悪く火事の危険性を招く、まあ、これも非衛生的な、まあ、部屋に溜め込んだものの種類によっては火事の危険性を倍増させることもあるようです。それから好ましくない信号を発する、あなたのガラクタはどのような信号を発しているでしょう。飾る絵や写真など身の回りの装飾品はさまざまなメッセージを発していますから、注意して選ばなくてはならないということですね。それからお金がかかる、物を貯め込むことは実際どのくらいお金がかかるものなのでしょう。ちょっと考えてみてくださいね。ガラクタがたくさんあるっていうことは、振り返ってみると無駄なお金を、まあ、使っていたっていうことに、まあ、その時は必要だったかもしれないんですけれども、結局使わないっていうことであれば、やっぱり無駄なお金だったっていうことですね。で、それを数えてみるとやっぱりすごいお金がかかっていたということです。それから最後、大切なことに頭がいかなくなる、あなたが物の主人ですか、それとも物があなたの主人ですか。所持品のすべてはあなたに世話を要求し、ガラクタが増えれば増えるほどあなたのエネルギーはどうでもよいことに費やされるのです。すべてのものには手間がかかるのです。いらないものを処分すれば、物のお手入れなどに時間を使う代わりに本当に大切なことに頭がいくようになります。そして自分自身が、私が、ガラクタを捨てた結果、まあ、先ほども言いましたようにお通じがさらに良くなった、掃除するのが楽しくなって、進んでどん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 やるようになって加速しましたね。で、そしてリサイクルショップに売ってお金を得て、でそのお金で何か今必要なものを買うことができました。そして家の中がどんどんすっきりしていって気分が良くなっていきました。いろんなアイデアが出てきて行動力が、さらに加速していきましたね。そして、最後、何かをする時間が増えました、はい、ということですので、興味がある方はぜひこの本おすすめです。カレンさんね、意図的にこの本を文庫本にして発売することを決めたそうです。ガラクタにならないように大きくなく小さく、文庫本にして発売することを決定して、新なので古いものが改訂版になって新しく出ています。よかったらぜひ読んでみてください。では以上になります。では本日のポジティブになる曲を お送りしたいと思います。 SMAP でオリジナルスマイルです。になりましたが、でもすごい全部おすすめなので、人によってはね、適さない部分もあるかもしれませんが、とても役に立つ本だと思いますので、ぜひ、ね、読んでみてください。あゆみさん、メッセージありがとうございます。オリジナルスマイル大好き。それから、ときめくかときめかないか、ときめかないものはありがとう、そしてさようなら。そうですね、ときめかないもの、本丸さんも言ってましたけど、ときめかないものがどん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 処理することをお勧めします。新しいものが本当に入ってきやすいです、はい、私も新しい服が入ってきましたので。そして今っていうこの瞬間を楽しめますね。嫌なエネルギー、嫌なものに対するエネルギーと
なんていうんですか、向かい合って嫌だなっていう気持ちになるよりはない方がかえって、そのものに対する余分な気持ちとかもね不要なので、はい、おすすめですね。それからあのスマップのオリジナルスマイルを今日選んだのは、あの心の癖でちょっと朝なんか気分が憂鬱に一瞬なったんですよ。あ、まあ、一瞬っていうかね、ちょっとなって、あ、なんか嫌だな、あ、でもこれ心の癖だからちょっといいようにいいように考えようと思って、あ、そういえば今日ラジオでポジティブな音楽をかけることになってる、あ、じゃあどれにしようって思った時に、自分が笑顔になりたいと思ったんですよ。笑顔になりたいと思って、そういえばスマイルっていうあの言葉のタイトル、スマイルっていうタイトルの曲がないかなって、またいつもの YouTube で調べていたらスマップのオリジナルスマイルが出てきました。そして歌詞の内容を聞いたら、もうまたこれが自分にぴったりで、あのね、ちょっとかっこいいフレーズがありましたよ。生まれつきの笑顔に戻れっていう、この言葉がすごい私の胸に響きました。はい、もともとね持っている笑顔をそういうのを思い出そうと思って、まあそのまあおかげでね本のことも触れるようになっているので、ちょっとラジオでは、あ、そう、間違えてる、ラジオで元気になれるやと思って気分転換にオリジナルスマイルをかけましたということで、CM 見て、はい、お願いします。ありがとうございます。残り3分ぐらいです。はい、さて、そろそろエンディングが近づいてきました。シノの自分を高めるブックセラピーですが、お聞きの皆様はいかがでしょうか。ちょっとあの YouTube とかね、あの画像をご覧の皆さんにはお見せできるかと思います。ちょっと私の部屋に似た、画像を見つけましたので、ちょっとだけお見せしますね。見えますかね、はい、ベッドとあのパソコンで作業するデスクが揃ってる、本当にこんな感じです。はい、今週おすすめしたいものはですね、西園古本、あ、古本祭りっていうのが10月14日土曜日と15日日曜日に行われるそうです。午前10時から、夜の7時までユイデール牧師駅前西園スクエアカーゴス照明広場でなっております。参加古書店は、ブックスジノン、小座すばる書房、沖縄道、千早書房、クジラブックスなどですね。はい、本に興味のある方におすすめのね祭りです。それからもう一点ですね、これは来月なんですが、2017年11月13日月曜日に、西野さん、西野、これは、あ、ごめんなさい、読めないです。明宏さんかな、なんでしたっけ、ちょっと、すいません、ど忘れしてしまいました。はい、あの、キングコングですかね、あの、西野さんの
革命のファンファーレ講演会が沖縄で行われます。時間が7時開演で6時半会場、会場がマリエールオークパインとなっております。すでにチケットが発売されていまして、自由席の1500円となっております。興味のある方はぜひ、ご参加ください。まあ、私もあの西野さんの、ね、考え方にあのすごくあの共感する部分があって、感化されていろいろ行動ができるようになった一人でもありますので、興味のある方はぜひ、行ってみてください。では今週は以上になります。あゆみさん、メッセージありがとうってありがとうございます。心の癖ってありますよね。思考の癖とかね。そうなんですよ。でもう一点、一度自分がお金をかけて買ったものを自分の手で処分したり、手放したりする経験をすると、買うときに一歩立ち止まりますね。衝動買い防止になっています。そうです、私も今そのような状態になってます。まだまだ続きます。この後家に帰ってまたね、はい、あの片付けをしようと思います。皆さんもお片付け楽しんでみてください。ではまた来週お会いしましょう。それではさようなら。ありがとうございました。なのに片付けるの？そう、あの洋服とかね、あの、そう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 。いや本当にあんまり物ないんですけど。